関西人が東京弁に直しても何も言われないのに逆は難しくてエセ関西弁と言われ厳しいうーんで難しいですよね関西弁の方がねイントネーションのねあの何あの何バリエーションが多いんですようんあのね自信はいこれなんかこの話したことあるような気がするんですけど自信ってねあ揺れる自信とねあたの自分自信があるの自信があるでしょこれね標準語だとどっちも自信なんですよねあの 地震、えー、と地震で揺れるね地震で揺れる、ね、あと地震があるね一緒でしょ、ね、地震でしょでもこれね関西弁だと、ね、違うんですよこれ同じ地震なんですけどこれね、えー、関西弁で揺れる地震はね地,、えー、地震って言うんですよ。ね地震が起きる、うん、地震が起きる。ねね地震であ、ね、あとあの 自信があるこのねあの自分自信があるの方は自信って言うんですよね自信と自信だから自信がもうすぐ起こる自信があるわかります <laughs> ね標準語だと自信と自信がえじゃ自信と自信が同じなのにあの関西弁違うんですよまあなんかそういうのが何個かあるんですよなんか。 関西弁だと言い分けるのに標準語で言い分けない言葉っていうのがあるんですよね。逆はないのかな多分うんと思うんですよね。うん。だから関西弁の方がなんかそのああはたしのさん自身も違うああ自身えっ、ー、とね自分自身えっ、ー、とえ自身も違うああそうかあえ標準語だとねだからえっ、ー、と えっその自身自身ですよね標準語でも関西弁でも自身ですね。うん、であで朝がだから関西弁だと自身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 あ全部違うおすごいすごいなんか中国語みたいで面白いですね <laughs> 言い分けられるんですねだからあのねだからあっあの自信が来たあの えー「もうすぐもうすぐ地震が起こる」って言ったらまあ別に通じるんですけどで多分違和感もそのないと思うんですけどまあ一応エセ関西部なんですよね「もうすぐ地震が起きる」っていうのがまあ正しいというか自然というか、うん、まあまあいいやこの話はもう。<laughs>